それでは時間となりましたので始めたいと思います飯島さんよろしくお願いしますそれでは時間なので始めさせていただきますよろしくお願いします <laughs> えまずお品書きです結構エモいタイトルでやらせてもらっているのでなんか読まれるためにちょっとニヤついちゃうんですけど内容は結構普通で自己紹介をして TDD の話をして Android の TDD を話してまとめて終わりたいと思います まず自己紹介からです。えー、改めまして、飯島さいと申します。Yahoo 株式会社で Yahoo! というオークションアプリの Android 版を開発しています、えーっと。デジタルの世界ではこのご飯のアイコンで生きているので、どうぞよろしくお願いします。こちらが Yahoo! で、えー、オークションで売ったり買ったりできます。もしよかったら使ってみてください。こののオクのアプリは リーンソフトウェア開発とエクストリームプログラミングっていうのを合わせたリーン XP という開発手法で日々開発しています。で特にペアプロと TDD が特徴的です。今日はその経験からですね、Android で TDD するために必要な基本的な知識をお伝えしたいと思います。でどうしても私たちがやっている TDD の話になるので、もしかしたらチームやプロジェクトで考え方の差があるかもしれないという。 ことをまあ頭の隅に置いて聞いていただければと思います。えー、まず質問です。今、仕事や趣味で TDD やってるよっていう方、どれぐらいいらっしゃいますかおありがとうございます。すごいちらほらいらっしゃるんですね。素晴らしい。じゃあ、TDD これからやりたいと思っている方、あ素晴らしい、すごくいますね。ありがとうございます。では、残りは多分、興味はあるっていう方だと思います。えー、ばっちりですね。今日のの発表での 目標は TDD をやりたいと思っている方はもうやろうって思えることで興味のある方はやりたいと思えることがゴールですもうすでにやっている方はおさらいだと思って聞いていただければと思いますじゃあ早速 TDD とは一体何かっていうことと実際にどうやるのかっていうことを話していきます TDD とはテストドリブンディベロップメントの略で日本語で言うとテスト駆動開発開発手法の一種ですこののテストっていうのは えー、ユニットテストを表しているのでこれから単純にテストといったらユニットテストのことを喋っていると思ってくださいでは前提知識としてテストっていうのはどういうものか一応確認しておきます例えばこのようなハローという文字列を返す GetHello ファンクションがあったときに実際にハローが間違いなく返ってきているかっていうのを確認するために書くコードがテストコードです実際に書くとこんな感じで ゲットハローの結果がハロー文字ですと一致しているかをアサートイコールズというテスト用の関数でチェックします。今回の発表では全て J ユニットを使ってテストを書いていきますのでよろしくお願いします。これを実行して成功すればハローファンクションが正しく動いていることが保証されます。失敗しているとまあこんな感じになってどう違っているのかが出力されます。このように対象の機能が正しく動作しているということを保証するのが テテスストトコードのの役割でですテストが分かったところで本題 TDD という開発手法は簡単に言ってしまうとテストコードをプロダクトコードよりも先に書く開発手法のことですでこれだけでも間違いではないんですけど実際はもう少し決まりがあってですね TDD をするなら3つのルールを守って3つのフェーズを繰り返す必要がありますまず分かりやすい方の3つのフェーズから先に説明します TDD は常にレッド、グリーン、リファクターの3つのフェーズの繰り返しで進んでいきます。開始はレッドで、これは失敗するテストを書くフェーズです。プロダクトコードにまだ実装がない状態で失敗するテストを1つ書きます。レッドの次はグリーンです。グリーンはテストを通すコードを書くフェーズです。レッドで失敗させたテストをグリーンの機能で通るようにプロダクトコードを修正していきます。で3つ目がリファクターのフェーズ。 その名の通りコードをきれいにリファクタリングします。でこれはプロダクトコードはもちろんなんですけどテストコードにも適用されてプロダクトのテストもきれいに直していきます。この段階でさっきのレッドとグリーン終わってるので動作を保証するテストと実際の動作しているプロダクトコードっていうのがもうある状態になってるので。 リファクターしたことで動作が壊れてしまっているかどうかっていうのをテスト回すことで細かくチェックしながらリファクターを進めていくことができますこの3つっていうのを1つのユニットテストごとに繰り返します次に3つのルールについて説明しますこの3つのルールはコードを書く手順についてのルールになりますどのフェーズでも共通のルールとして守るべきですでまず1つ目が 失敗したテストを通すためにしかプロダクトコードを書いてはいけないというルール2つ目が1つ以上の失敗があるときテストコードを書いてはいけないそしてコンパイルエラーも失敗の1つであるというルールこのコンパイルエラーが結構大事ですで3つ目が失敗するテストを通す以上のプロダクトコードを書いてはいけないというルールですこれがちょっと難しいですでこの3つを守りながら先ほどの3つのフェーズを進めていくんですが 口で説明するよりも実際に見たががイメージが湧きやすいので今から実際に TDD を実演しながら説明させていただきます。実装するのはあの皆さんご存じたなじゃんけんです。具体的には 1P と 2P の手グー、チョキ、パーのどれかですね。その2つの引数を渡したらどっちが勝つかを返すスタートメソッドっていうのを持つじゃんけんクラスを作っています。ストリング2つを渡してストリングを返します。 じゃあやっていきますじゃんけんのルールはちょっと時間の関係で説明できないので分かんない方はちょっと今調べてみてくださいじゃあ開けましたちょっと後ろの方見えにくかったの申し訳ないんですが心で感じてもらえればと思いますじゃあやっていきますで今回じゃんけんクラスの実装をするっていうことなんでまずじゃんけんクラスを作ろうって思うかもしれないんですがそれはルール違反です 1>, 1個目のルールの失敗したテストを通すためにしかプロダクトコードを書いてはいけないっていうルールがあるので必ずテストを書いていきます。今回テストクラスは事前に作ってで実装する3つのテストケース全部実装すると時間がかかってしまうので3つだけ選んで先にコメントアウトで書いておきました。実装するのがグー対チョキなら 1P が勝つでパー対グーなら 1P が勝つと グー対パーパなら 2P が勝つっていうのをこれから実装していますじゃあ1個目のテストケースに関して、えー、レッドフェーズ通らないテストを書いていきますでこれは TDD の話じゃないんですがテストのコードっていうのは大体3つの役割に分かれます1つ目がアレンジ準備のコード2つ目がアクト、えー、実行するコード3つ目がアサート結果をチェックするコードですこれ書いても書かなくてもいいんですけど ま書いておくと分かりやすいので、今回は書きます。じゃあ、アレンジからやっていきます、えー。じゃんけんのクラスのテストをするので、じゃんけんのインスタンスを作ります。作りました。で、ここ、クラスがないので、当然、コンパイルエラーが出ます。ここで2つ目のルール。1つ以上の失敗があるとき、テストコードを書いてはいけない。コンパイルエラーも失敗と見ます。が適用されるので、このコンパイルエラーを解決するために、クラスを作成します。 作りましたはい、これでコンパイラが通ったのでテストに進めます。次にアクトをやってみます。アクトではリザルトにじゃんけんのスタートの結果を入れてあげます。またコンパイラーが出たので解決してあげます。解決してあげます。解決。で、プロダクトでもコンパイラーが出てるのでここもとりあえず A にを返してあげます。で、今はレッドのフェーズなので プロダクトコードがどうなっていいよとコンパイルが通っていれば問題ありませんじゃあコンパイルが通ったのでテストに戻ります1個目の引数にグー渡してあげますコンパイルエラーが出たので解決します2つ目の引数にチョキを渡してあげますコンパイルエラーなので解決してあげますこれでリザルトにスタートの結果が入れられましたでアサートは単純にアサートイコールズでチェックしていきます 1P、えー、が勝つので、まあ、1P ていう文字列を返すことにします。で、リザルトと比べて、リザルトが 1P と一致してればテストが通るというわけです。かけたのでテストを回します。失敗しました。今、当然 1P というのを返してないので失敗します。これで1個目のケースの、えー、レッドのフェーズが終わりました。じゃあ次はグリーンのフェーズです。実際に実装していきます。で、テストのケースを見ると、 グー対チョキならって書いてあるのでまあ「グー対チョキなら 1P を返す」って書いてあるとテストは通りましたがこれ実はルール違反ですえここで3つ目のルールの失敗するテストを通す以上のプロダクトコードを書いてはいけないっていうルールがあるので えと本当にテストと最低限のロジックしか書いちゃいけません。で、この場合の最低限、何かっていうと、これいらなくて、単純に 1P を返すっていうだけでもテストが通ります。なので、このフェーズのグリーンで正しいのは、このただ 1P を返すだけになります。では、なんかそんなメソッド正しいのかって感じがするんですが、今ある仕様、この1つを完全に満たしていて、無駄なものがない状態なので、とても正しいです。 これでグリーンのフェーズが終わったので、えー、っとリファクターのフェーズですね直していきますでオプションコマンド L できれいにしてきれいにしたのでテストを実行します S1 がちょっと分かりにくいので P1 と P2 にして直したのでテストを実行します a y もストーリングの方が分かりやすいのでストーリングに直してリファクターしたのでテストを回していきますこれで リファクタして、かつテストが通っていて、プロダクトもある状態になりました。これでやっと1つ目のケースの3つのフェーズ終了しました。次は2つ目のフェーズに行ってみます。で、ここはまあほぼ同じなので、コピペでいいですね。パー対グーなら 1P が勝つというテスト。これ実行しています。 通ってししままいました、ね、で、こういうことはよくあります。プロダクトに実装が明らかに足りてないのにテストをすべて通るというのはどういうことかというとテストが足りてないということです。なので、プロダクトがちゃんとすべ、えー、て充実するまで使用通りのテストをどんどん追加していく必要があります。で、今2つ目のケースはレッドとグリーンが同時に終わったとっいうことなのでリファクターのフェーズに入れます、えー。じゃんけんを毎回呼んでるのでメンバーに掲げしてあげましょう。 プリファクターしたので実行します。大丈夫ですね。で、最後のケースのレッドに進みます。ここもほぼ一緒なのでコピーして、ここが逆になっただけなのでフリップします。今なは AltEnter です。えっ、ー、と、コンパイルエラーとか大体 AltEnter を押してると直ります。 はいこれで今テストが失敗しました3つ目のケースのレッドフェーズが終わったことになりますじゃあこれを最低限の実装でやってみると、えー、P1 が失礼しました P1 がグーなら 2P を返してあげるこれで3つ目のテストが通るはずですで今3つ目のテストが通って 1一つ目のテストが失敗しました。こういうこともよくあります。ロジックが増えたせいで、一番最初に通ったテストが通らない。これは引き続きグリーンのフェーズとして直していきます。単純にロジックが足りてないので、ここに P2 が、えー、パーならですね、2P が勝つっていうのを入れてあげます。はい、これで3つのケースが通りました。で、最後にリファクタで、まあ、特にやることがないので、綺麗にだけして、またテストを回します。 というようよにですねこんな感じで細かくテストとプロダクトを行き来しながら実装していくのが TDD の TDD になります。スライドに戻ります。今、実演で伝えたかったのはテストを書かないとプロダクトを書いちゃいけないんだよっていうこととかなり細かくテストとプロダクトを行き来してますよっていうことと 余計なロジックを書いてしまわないように気をつけましょうっていうことです。あと、おまけで AltEnter は便利だということも伝えたかったです。伝わったならよかったです。で、今のようにですね、TDD のルール通りに実装していくのは少し、えー、窮屈で難しく感じるかもしれないんですが、これには少なくとも3つのメリットがあります。まず、テストの漏れが発生しなくなります。ルール通りに進めれば、えー、さっき見てたようにテストがないプロダクトコードっていうのは絶対生まれません。 必然的ににてのロジックテストを通すための最低限のコードを書くっていうルールなので自然と一番シンプルでテストが書きやすい実装になっていくはずですでテストが書きやすい設計っていうのはまあ依存が少ないとか副作用が少ないとかそのままプロダクトとしてもいい設計と言えるはずなのでテストを先に書くと自然にえいい設計になると言えます 最後に常にきれいなコードになります。さっきのように細かくリファクターのフェーズでリファクターしていくのでコードは基本的に一番きれいな状態で保たれるというわけです。ということでえ第1章のまとめです。TDD とはこの3つのルールを守りながらこの3つのフェーズ、レッド・グリーン・リファクターを繰り返す開発でこれら3つのメリットがあります。水を飲みます。 次です TDD のやり方が分かったところで何で TDD をやっていくべきかについて話します何のためにやってるか分からないとただ面倒なだけに感じて長続きしにくいので始める前にしっかりと理解しておく必要がありますで当然最終的により良いアプリをユーザーに届けられるように TDD してるわけなんですがいいアプリを作るために TDD をするべきだっていう考え方を 私たちがやっているリンク n x p という開発でどのような考えから導き出しているのかというのを順に説明していきますまず一番の大元に GoFastForever という考え方がありますいいアプリを作るためには細かくユーザーからフィードバックをもらって細かく改善を繰り返していく必要がありますそれを実現するためには品質を保ちながらも効率よく素早く開発する必要があるという考え方です で、ホエバなので最初だけではなくてアプリが大きくなってからも常に効率よく高い品質で開発できるべきですじゃあそのために何が必要かっていうとクリーンコードきれいなコードが必要ですでコードは書いてるうちに汚れていって、まあ、汚れるほど読んだり触ったりしたくない気持ちが強くなりますよねこれは精神的な話だけではなくてですね家族性メン,ンメンテナンス性の低いコードっていうのは開発の大きな妨げになるので コードは常にに綺麗保っておく必要がありますじゃあどうすれば綺麗に保てるのかっていうとリファクターです綺麗なまま保ちたいのであれば掃除をしなきゃいけませんでどんどん汚くなるなら負けじとリファクターも繰り返し継続的に行う必要がありますじゃあどうすれば継続的にリファクターができるんでしょうか逆にリファクターができないのは何ででしょうかで例えばこういうコードこういうコードを見たときに、まあ、リファクターできそうなんだけど 正直触りたくないですよねでこういう行動をなんで触りたくないのかっていうと、まあ、おそらく壊さずにできるかが不安だからじゃないでしょうか答えがわからないので壊さずにリファクターできるかできたかどうかさえも分かんないしせっかくリファクターしてもバグを出してしまったら悲しい気持ちになりますから、えー、やりづらいっていうわけですでつまりリファクターの妨げになるのは不安な気持ちでそれをなくすために必要なのはコンフィデンス自信安心が必要です リファクターをしても壊れないもしくは壊れていないかどうかがすぐに確認できて壊れてたらちゃんと直すことができるっていう状態であれば安心してリファクターができますじゃあそれがどういう状態かっていうとテストがある状態なわけですテストを書くことで機能が正しく動作していることが保証されますし万が一機能が壊れててもすぐに気づいて直すことができます でつまりテストをしっかり書くことで安心できてリファクターができてきれいなコードを保てて効率的な開発につながり最終的にはいいアプリが作れるわけです逆にテストを書かないとこの全てが成り立たないと言えますでテストが起点になってて一番大事っていうわけですから当然その大事なものをより早くしっかり書きたいということで TDD につながります テストが大事だからテストを先に書くべきだだから TDD をするべきだというわけですえ特に経験上この実感があるのは安心感ですね私自身 TDD で開発するようになってからリファクターへの精神的なつらみみたいなものがすごく軽減されましたえまとめると TDD をすることで良いアプリがより早く作れえ安心感が特にすごいので TDD をやるべきだという話でした 水を飲みますはい、えー、ここまでくればもう、あとはやるだけ、やり方とやる意味が分かったので、やるだけなんですが、実際に Android で TDD をやりたいってなったときに、やはり分からないことっていうのがいくつか出てきます。 なので、Android TDD 初心者がきっと疑問に思うであろうことを Q&A 方式で見ていきたいと思います。まず一つ目、Android のテストフォルダには Android テストと普通のテストがありますが、TDD のテスト、つまり RED のフェーズではどっちを書くでしょうか。これは基本的にテストフォルダの方のテストを書きます。なぜかというと、Android テストフォルダっていうのはインストルメントテストを書くところです。 でインストルメントテストっていうのは実際の端末もしくはエミュレーター上で動かすエスプレスを使った UI テストなどですねでその性質上実行が遅いですでテストフォルダに置くテストはローカルユニットテストですその名の通りユニットテストを置きますここに置いたテストは JVM 上で実行されてエミュレーターなどを必要としないので早いですで一番初めに説明したように TD のテストっていうのは基本的に ユニットテストのことを指しているので、レッドフェーズで書くのはテストフォルダにあるローカルユニットテストになります。ただじゃあ、Android テストは書かないのかっていうと、そういうわけではなくてですね、3つのフェーズとは別軸で書きます。Android テストっていうのは実行に時間がかかってしまうので、ユニットテストのようにくまなく書いていると、すべて実行するのに莫大な時間がかかってしまって、全然現実的ではありません。 えなので、たくさんある動作の中で大事なところだけを書いていきます。具体的に大事なところっていうのをどこか決めるときは、われわれはハッピーパスというものを考えています。でハッピーパスっていうのは、その名の通り、ユーザーが一番ハッピーになる経路のことを言います。例えば、ログイン済みのユーザーが商品を購入する画面の場合であれば、ログイン済みのときに各要素が表示されていて、購入ボタンをタップして、正しい画面に遷移するのがハッピーパスになります。 で基本的に UI テストはこのハッピーパスだけにとどめてそれ以外は書かないことが多いです。なんでそれでいいかっていうと基本的にロジックは全てビューより下の層に書かれていてその動作はユニットテストで保証されてるはずだからですで。もちろんハッピーパス以外で重要だと判断される経路があれば書けばいいんですけどそれによって得られる安心感とテストを書くことで えー、書くことや実行にかかる時間とのトレードオフを常に意識してバランスを取る必要があります次です、えー、ユニットテストって言いますがユニットっていうのはどういう流動のことを言うんでしょうかユニットっていうのはもともと順番を変えて実行しても問題なく動く単位のことなので少なくとも順番に関係なく正しく動作するテストである必要があります、えー、その上で具体的にどの程度にするかっていうと もちろん場合やプロジェクトによるとは思うんですが基本的にはパブリック関数の振る舞いごと公開されている関数のまあ1つの振る舞いに対して1つのテストにするっていう意識だと無難ですえさっきもちょっと書きましたがグー対チョキなら 1P が勝つっていうのは1つの振る舞いなので1つのテストにしてますでこんな風うにグー対チョキかパー対グーなら 1P が勝つみたいなテストは 1P が勝つっていう結果は同じなんですけど グー対とパつつののの振るるる舞いいをテストしているのででこのように2つに分けるべきですでプライベートの関数をテストしなくてもいいのかなって思うかもしれないんですがプライベートの関数に関してはそれ用のテストを書かないだけでテストはされることになりますから大丈夫ですというのもプライベートの関数っていうのはたどっていくと大体パブリックの関数から呼ばれているはずですからパブリックのすべての振る舞いがテストされていればその振る舞いのどこかで プライベートの関数も正しく動いていることがチェックできるはずです。ということで、一つのユニットテストはパブリック関数の一つの振る舞いを表すのが無難です。水飲みます。次です、えー。ユニットテストを書いていると、まあ、やけに大変で、プロダクトコードよりテストコードを書く方が。 全然難しいなって思うことがあるかもしれませんで。これはもう確かにっていう感じですね。実際テストを書くのって結構難しいです。でただ、あまりにも書きにくいときっていうのはもしかしたら、えー、プロダクトコードの作りを見直してみるといいかもしれません。せっかくなので、えー、Android 初心者の頃の自分に教えたい3つの観点を持ってきました。まず1つ目、UI に関する処理がビュー、アクティビティやフラグメントに書いてあって、 ロジックがそれ以外に書かれているかっていうのを確認してみましょう。MVP ならプレゼンター以下に、MVVM ならビューモデル以下にロジックを持たせるように意識しましょう。例えば MVVM でこのようにフラグメントがビューモデルのライブデータをオブザーブして流れてきた URL をイメージビューにセットするような処理があったとします。で、空ならデフォルトをセットしてそうじゃなければ流れてきた URL をセットするっていうなってるんですが、 これでも問題なく動くんですが、ここのもし空ならデフォルトの URL をセットするっていうのはすごく単純ですが、一応ロジックですよね。で、これをちゃんとテストしようとすると、フラガメントっていうのは Android の持ち物なので、ロボレトリックとかを使ってテストする必要が出てきたりします。で、ロボレクトリックを使うと、シンプルなユニットテストよりも実行に時間がかかるので、まあまり嬉しくないし、ない方がシンプルで済みます。 でとにかくこの1行のロジックのテストのために少し余計なことを考える必要が出てきてしまいます。でそういったことが、まあ、どうすれば進けるかというと単純にフラグメントでは流れてきたデータをセットするだけにしておいてからかどうかのチェックはこんなふうにビューモデルに書いてあるっていうようなことをやればビューモデルのユニットテストでヌルチェックをするだけで済むのですごくシンプルです。次が2つ目が、あ二2つ目じゃないですね、失礼しました。依存を注入しているか。 これはもうテストを書くとなるとせざるを得ないんですけど、えー、DI って聞くと DAGA2 とかコインとか、えー、そういうのが思い浮かぶかもしれないんですが別に単純なコンストラクタ DI でも問題ありません、えー、こんな感じでサービスやらリポジトリやらを、まあ、今ビューモデルですけどそういうところにコンストラクタから渡せるようにしておいてやればテストに関しては大丈夫ですでライブラリを使ったら使ったで、まあ、より今風でいいかもしれません でテストしたいときには、モキートなどの Mock ライブラリを使うか、GK で作ってあった Mock を渡してやればいいです。で今から始めるなら MockK がすごくおすすめです。最後が、View 以外が Android に依存しすぎてないか。えー、ユニットテストは JVM で動くので、Android の持ち物は基本的に動かすことができません。でもテキストユーティルとかコンテキストとか、ビルドバージョンとかですね。でそういうのが入っていると、これも えっとロボレクトリックなどを使えばテストはできるんですがまあラップするなどしてビューモデルより下には入らないようにする方がテストはとても書きやすくなります。ということでなんかテストを書きにくいなという場合はこの3点を意識してみるといいかもしれません。次の質問です。最近だとテストにライブデータが絡んでくることって多いですよね。ライブデータに正しく値が渡されているかを検証したい場合は まあもう2日間で結構こういうえっと話があったと思うんですけどインスタントタスクエクスキュータールールをルールとして宣言してやってオブザーバーを Mock で作ってやってあとは o b s e r v ォー o バー v e r でオブザーブしてオンチェンジが正しい引数で呼ばれてるかチェックしてやるといいですで引数がプリミティブ型やデータクラスじゃない場合っていうのはアーギュメントキャプチャーとかを使って中をチェックする必要があります 次、テストに RxJava が絡んでくることもよくあります。でそういうときに何も考えずにやろうとすると、まあ、RxJava から値が流れてくる前にテストが終わってしまったりしますで。そういった場合はスケジューラーを渡せるように作っておいてテストのときにテスト用のものを渡すか、えー、Addbe4 でこんな感じで、えー、スケジューラーにトランポリンをセットしてやると非動機を意識,せず意識せずにテストができます。で複雑なテストをしたい場合は テテストススストトケジューラーラやテストサブスクライバーなどを使うことになりますこの方法の場合はティアダウンでリセットするのを忘れないようにしましょう。キャン d a は以上ですで。他にもテスト書いていると困ることが結構あると思うんですが、あとはもうググりながら一緒に頑張っていきましょう。まとめです。で今日は TDD を始めるにあたって、すごく基本的な部分の知識とそれを Android で実装するための まあこれもまた基本的な知識を紹介させていただきました。TDD をやることで得られるメリットっていうのはいろいろとあるんですが、特に、えー、しっかりくまなくテストを書くことによる安心感と、常にリファクターをすることで、えー、保てる行動の清潔さっていうのがテストを書くコースを補って、えー、あまりあるメリットとしてすぐに感じられると思います。えー、常にですね、リファクターの不安と戦ってたり、リファクターしたくてうずうずしている方は、ぜひ、 今日きっかけに始めてみていただければと思いますえー、じゃあ以上で終了とさせていただきますお時間いただき本当にありがとうございました